こんにちは、長塚漢方堂です。今回は汗かきにお悩みの方の体験談です。貴重な体験談のシェアありがとうございます。ではこの方から寄せられた体験談をご紹介いたします。まずは外見的な特徴ですが、62歳の女性です。身長は155センチ、体重は85キロ、 BMI は 35.38 です。顔色は赤ら顔で、皮膚や髪の毛は乾燥し、舌の色は紫色で溝や割れ目があり、苔は白くて厚く、舌の裏の静脈は太く膨らんでいるとのことです。続いてご投稿くださった症状の詳細を読ませていただきますと、若くて体重40キロくらいだった頃から大量の汗に悩まされています。冷房完備の今の職場にいても、バレーボール2個分くらいの洗濯物を持ち帰ります。冬場の悩みはありませんが、夏場はお小水が出なくなり、膀胱炎を起こします。コントレックスや天然水の2リットルのペットボトルで水分を取っている。汗と下痢に水分が回ってしまうようです。お腹は慢性的に緩く、足や顔はいつもむくんでいます。子供の頃から寝つきが悪く、夜中に何度も起きます。では、まずは簡単に、発汗について考えてみたいと思います。外気温が上がってきたり、運動すると体温が上がってきます。その際、体は体温を一定に保つために、皮膚表面にある穴から汗を出し、その汗が蒸発するときに熱を奪われることで体温を調整しています。この働きは、飲食によって体の中に入ってきた水分が、お腹の働きを司る脾の働きによって体の中に吸収されます。それが腎用によって活発化した腎液と結びつくことで、体の役に立つ水分である腎液となります。汗は体の中の潤いである腎液が元となり、体の内側から汗を押し出して体の外へと運んでくる働きと、汗の出る量を皮膚の表面で調整して留めておく働きのバランスにより、適度な量にコントロールされています。この体の内側から汗を運んでくる働きを換気と言い、体の表面で汗の量を調整している働きを排気と言います。しかし、これら押し出す力の換気や、留めておく排気のどこかでも不具合を起こすと、発汗の異常を感じるようになります。では、これらを踏まえて、ご投稿いただいた情報から、この方の体質の特徴をお伝えしますと、体の熱や潤いの元となる腎陰や腎陽には、やや機能の低下の背景があるように感じます。そこに気の滞りが加わる、さらには潤いの不足により制御が外れて勢いが強まることで、外向きの力を強めていきます。さらに、潤いの不足と気の滞りによって生じたこもった熱は喉の渇きを誘い、水分摂取を要求するため、体の中には必要以上の水分が停滞していき、それがまた汗の材料となっていきます。また、夏は気の流れとして外向き過剰が強くなります。そのため、上昇する気の流れに巻き込まれた水分は、正しい巡りに乗って下へと降りてこられなくなるので、夏場は極端に少ない尿量しか出なくなります。これらの理由によって汗が多くなっているのかと思います。では、これを踏まえての自然療法です。体の中には動きの悪い水分が充満していますので、それらの巡りを良くするためにも、また気の滞りを解消するためにも適度な運動が良いかもしれません。最寄り駅まで3分とありますので、仕事とは関係のない時間帯にリラックスすることを心がけながら、近所の公園などで散歩などが良いかと思います。散歩などをすることで下半身の筋力が強くなってくると、上に上がりやすい気が手足の末端部へと降りてきやすくなりますので、もし運動不足かもと心当たりがありましたらお試しください。それとともに足の裏に意識を向けながら、
吐く息の長い呼吸を繰り返すと副交感神経が優位になりますので、緊張感が緩み気の滞りが解消しやすくなりますので、こちらもお試しください。また意外に無意識のうちに噛み締めてしまっている方は多く、喉やお腹が力んでいる方が多くいらっしゃいますが、それによって全身は緊張し気血の巡りも悪くなります。ですから普段から上の歯と下の歯が合わさってしまっていないか、顎の上にシワができてしまっていないかに意識を向けて、力みに気がついたらさっと緩めるようにしてみてください。その際、口を大きく開いて口角を上げるだけでも気持ちの方にも変化が現れてきますので、こちらもお試しください。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。